アメリカ、韓国、中国の首脳会談、まあ、やっと行われましたが、はい、それで何か成果があったかというと、あまりなかったみたいな感じがしますね。まあね、韓国のパク・クネ大統領、そして日本の安倍さん、政権ができてから初めて、まあ、2人が会うと、それもアメリカのオバマ大統領の、まあ、お膳立てといいますか、そうですね、もちろんオバマ大統領、自分のアメリカの、利益になると思ってやったわけですけども、まあ、しかし、非常にぎこちない感じの、そうでしたよね、スリーショットだったんですけどね、うん、なんか韓国ではあれじゃないですか、はい、安倍さんが韓国語で、大統領よろしくねみたいなことを言ったのを、韓国の新聞じゃ、下手な韓国語で、挨拶を述べたなんてことを書いてる、なんちゅう失礼な国ですかね、あそこは。いやまあ、もうちょっと今の韓国はちょっと常軌を逸してるという感じがしますね。間違いないですね。韓国の例えば朝鮮日報なんかは、具体的に、慰安婦問題という本来討議すべき問題が、これ、いや、3人の間でですよ、うんうん、日米韓首脳で本来、討議すべき慰安婦問題という問題が、ほぼ議論されなくて、その核問題とかという問題に終始したと、つまり彼らにとってはですね、北朝鮮の核とかですね、東北アジアの安全保障の問題よりもですね、まあ、5、60年以上前の歴史問題の方が大事だというようなことを書くのがマスコミなんですよね。ですよね。まあ、ちょっとこれはちょっと、まあ、異常な国だという感じはするんですけれどもね、一つ僕ね、思ったんですけども、いわゆる控え室で安倍さんとパク・クネが握手してるんですけど、毎日新聞はそれを出してるんですが、あと終わった後も握手したというふうに書いてるんですが、まあ、僕はそれ見て、動画で見てないので、ちょっとその辺は確認してないんですけども、いわゆるカメラがあるところ、つまり壇上で、まあ、後ろに旗を、が置いて、みんなでカメラ撮るところでは握手してないんですよね。で僕ね、あれ、安倍さんね、あそこでね、手を差し伸べたら面白かったな、すごいなと思ったんですよ。つまりね、それ、手を差し伸べられて、パク・クネがそれを拒否したらですね、なんて嫌なババアなんだろうとみんな思うんですよ。うんうんうん、で逆に、それ、握手してしまったら、韓国の中でものすごくですね、なんだ、日本に対してと、いずれにしてもパク・クネ大統領はね、窮地に陥ると思うんですね。うんうん、あれね、ぜひね、あそこで手を差し伸べたら面白かったよなと、まあ、ちょっとイフを考えてしまったんですけどね、一つね、これアメリカのマイケル・グリーンさんという人が、ニューヨーク・タイムズにアメリカ人にとってこの今の日本と韓国の関係というのを分かりやすく説明してるんですね、はい、で実はどういう、ね、例えが面白いんですが、これマイケル・グリーン氏がアメリカ人に分かりやすいように、してる例え話というのは、アメリカ人このいわゆる東北アジアの今の外交というのは、アメリカで高校生のプロムの話みたいだということを言ってるんですね。プロム。で、プロムっていうのはこれ卒業記念ダンスパーティーのことなんですね。はいはい、でいわゆるカップルで、ダンスパーティーに行くんですが、うん、でその時、まあ、2、3カップル一緒に同じテーブルに座るんですけど、座るんですけども、で、マイケル・クリーンさんは、まさに日本と韓国の、東北アジアの、外交関係っていうのは、例えば、花子はタオルの隣に座るのは絶対に嫌だと言ってるけど、うんうんうん、健太君が来てくれたらいいわよっていう、そういう話だというふうに言ってるんですね。その健太君がオバマさんなんですね。オバマさんですね、うん。つまりね、言いたいことは何かというとね、つまりこの東北アジアのこの状況っていうのは、高校生レベルの外交だということを言いたいんですよ。つまりね、半分だからね、まあ、バカにされてると言えば、ですよね、まあ、その通りなんですね。これね、本当にその意地を張ってるというのが良くないと。うん、まあ、案にでも微妙にこれはパク・クネのことを、まあ、揶揄してるんですけどね、実はね、うん、まあ、だからこれ、まあ、こういったことがずっと続くというのは本当にまずいんで、うん、やっぱりこれ、やっぱり外交当局、まさにその外交官のプロフェッショナルが事務方でなんとかお膳立てをしていくっていうのが大事だろうと思いますけども、うん、まあ、しかしこれ、ある意味でパク・クネさんというのは、まさに反日でもって政権を維持しているという